滝泉寺は東京都目黒区下目黒にある天台宗の寺院。三号は大英山。不動明王を本尊とし、一般には目黒不動の通称で呼ばれる。江戸三大不動、江戸五式不動の一つ、江戸三十三箇所第三十三番札所、関東三十六不動第十八番。目黒の地名はこの目黒不動に由来するとする説もある。 青木金耀の墓があることでも知られる。次元では、808年縁人が下谷国から比叡山に赴く途中に不動明王を安置して創建したという。東国には縁人回帰の伝承を持つ寺院が多く、本寺の早々縁技もどこまで史実を伝えるものか不明である。860年、聖和天皇より、安志明の直学を可視され、三号を大英山とした。 1615年本堂が火災で消失した。1630年寒栄寺の新院、五国院の末寺となり、天界大僧正の弟子、生、純大僧正が兼務するようになった時、徳川家光の庇護を受けて、1634年50頭余りに及ぶ仮乱が復興し、目黒御殿と称されるほど華麗を極めた。1812年、江戸の御富と,と,と呼ばれた、富久寺が行われた。 富久寺工業は1842年天保の改革により中止となった。寺名の由来となった境内の特古の滝を浴びると病気が治癒するとの信仰があった。江戸時代には一般庶民の行楽地として親しまれ、江戸名所杖にも描かれている。また、落語の目黒の三間は、この近辺にあった三景舎の休息のための茶屋が舞台だとされる。江戸時代には大いに栄え、 門前町が発達した。門前町の名物として、当時メグロの名産品であったタケノコを使った、タケノコ飯と棒状に伸ばした、レンアメを包丁でトントン切っていく、メグロアメが人気であった。また、ち花という細い竹に、新子餅をつけたものや、泡餅などもあったという、江戸名所図絵には、このメグロアメ屋の風景が載っていて、図絵に載っている絵では、 従業員が10人近く見られる大棚であったことが、伺える目黒不動、滝泉寺境内は、第一と平地の境目に位置し、二王門などの立つ平地と、大本堂の立つ高台の二段に造成されている。二王門をくぐると正面に大本堂へ至る、旧内石段がある。石段下の左方には、徳古の滝、前不動堂、静止堂などがあり、右方には、書院、地蔵堂、観音堂、 阿弥陀堂などがある。二王門未満一個の朱塗りの路門で、昭和37年再建の鉄筋コンクリート作りである。この二王門の前に、平井ゴンパチ、小紫の肥沃塚がある。野村宗十郎銅像二王門を入って、左手にある野村宗十郎は、築地活版製造所の社長で、日本に明朝大活字を普及させた人物である。 特古の滝本堂へと登る石段下の左手に池があり、2体の竜の口から水が吐き出されている。伝承では、縁人が寺地を定めようとして特古を投げたところ、その落下した地から冷泉が湧き出し、今日まで枯れることはないという、全不動堂特古の滝の作法にある法行作り、朱塗りの衝動、江戸時代中期の建築で、東京都の有形文化財に指定されている。 静止堂前不動堂のさらに左方にある法業作りの衝動、江戸時代中期の建築で、目黒区の有形文化財に指定されている。付近には、干渉先生碑、北一騎碑、元織長吉碑などがある。大本堂級な石段を登った先の一段高い土地に立つ入りもや作りに、千鳥ハフを持つ大規模な仏堂で、昭和56年再建の鉄筋コンクリート作り、建築。 傾斜地に立っており、室腕寺本堂や石山寺本堂のような、掛け作り風の作りになっている。天井には、日本画家、川端隆子の、波頭隆図が描かれている。大日如来像大本堂の背後にあるローザの、同性仏像。膝前で印を結ぶ、大蔵会大日如来像で、天羅三年の作、青木昆耀洋部は本堂裏手の道を右方へ進んだ先の、 飛び地境内の墓地内に立つ、青木昆陽は、江戸時代中期の儒者で、サツマイモの栽培を普及させた人物として知られる。墓は簡素な墓石に、干所先生墓と刻まれたもので、昆陽が生前に建てさせたものという、国の史跡に指定されている、青木昆陽墓、毎月8日、18日、28日が縁日とされ、28日が、露天賞が出て、最も賑やかな縁日となる。 河田久志、江戸名所図絵を読む、東京堂、出版、1990年、P140。ありがとうございます。